はい、こんにちは、トレーナー坪井です。今日は肩が軽くなる体幹トレーニングを紹介していきます。で、トレーニングって結構しんどくなったりとか疲れるとか筋肉痛になるっていうイメージがあると思うんですけど、かなり体が動きやすい状態に持っていきたりとかするので、で体幹で言ったらまあお腹周りが中心になってくるんですけど、今日はそれしながら肩が軽くなる体幹トレーニングがあるので、これもちょっとね難易度が高いんですけど、ぜひね多分できる方多いと思うのでぜひやってみてください。で今日も、やり方、まず一つ目やり方説明してから後半は解説、トレーニング動画のトレーニングの解説をしていこうと思いますので、よかったら見ていってください。じゃあ行きましょう。はい、そしたらまずめちゃめちゃ簡単です。道具いらないです。ここから肘伸ばした状態でプランクの姿勢を取ってください。でポイントは肩の下に手首が来ている状態ですね。だからこうなったりとかするのに肩の下に手が来た状態、ここから右手を戻すだけ。まずワンステップ1個目、これができたらこのまま向いてゆっくり戻してください。まず左に乗る、ゆっくりひねって乗ってる。ここから完全に左肩に乗ってください。で左肩をちょっと回すようなイメージ、常に左肩に乗ってる状態作ってゆっくり戻す。これ10回やったら、まあ、休憩する人は休憩してもらって、今度は反対ですね。ぐっとで結構回してから飛んでいきたくなるんですけど、そこからゆっくり回す。まあこの姿勢キープするだけでも結構体幹トレーニングになるんですけど、そこから片手で合わす。今日は3点になるので結構強度も高くなってくるので、この動きをやってもらうだけでかなりね、肩最初ちょっとしんどいと思うんですけど、やっていくうちにだん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 効果出てくると思うので、これも本当に10回を1セットからできる人は3セットまでやってもらったらいいです。もう1セットで多分しんどい人は本当にしんどいと思うので、自分のね体調と相談しながら、これどっちかといったら、まあ、体幹トレーニングなんですけど、肩を軽くするっていうのが今日の目的なので、体のと相談しながら、あもうこれじゃったらちょっとさすがに疲れて腕が上がらなくなるっていう人も結構いると思うので、なので今回は相談しながら1セットから3セット相談しながらやってみてください。ここから解説いきますね。でじゃあなんで肩が軽くなるのかっていうところなんですけど、まあ、プランクの姿勢で体幹トレーニングになるっていうのは多分いろんな人がしてると思うんですけど、その時にポイントが肩にしっかり体重が乗せれるかどうかなんですよね。普段こうやって腕がグッと落ちるじゃないですか。で腕の重さって結構あるので、それをこの肩周りの筋肉、細かい筋肉、インナーマッスルって聞いた、多分聞いたことあると思うんですけど、インナーマッスルっていうところが支えてるんですけど、だんだん腕の重さでどん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 下下がっていくんですよね。要はこの腕がぐーっと離れていこうとしてるのを無理やりくっつけにいきたいんですけど、何もトレーニングしてない人っていうのはもうぐーっと引っ張られてる状態ですね。腕の重さでどん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 だらーっとしてきてる状態なので、関節が腕がこう離れていっちゃうんです。しっかりはまってる、ある程度の隙間保った状態が欲しいんですけど、その隙間ができすぎる状態ですね。そうすると動きが逆に動きにくくなったりとかする方が多いので、今度は自分の体重をしっかり乗せてあげることでインナーマッスルというのは働くので、その状態でちょっと肩を動かしてあげると本当に元の位置にそれぞれの骨がはまってくれるので、かなり動きやすさが変わってきます。なのでこのトレーニングで体幹トレーニングになるんですけど、肩の動きっていうのを要は圧縮させるという状態ですね。離れすぎてるのをしっかり体重で圧縮させた状態でしっかりインナーマッスル効かせる状態を作るので、なので終わってから肩が動きやすくなるっていう
適度にね、朝のウォーミングアップとかに入れてもらったらいいと思います。そしたらよかったらやってみてください。